ザグレブバス工場は、旧ユーゴスラビア王国のバストラックメーカー、ザグレブ市のドゥブラバに本社を置いていた。ターズ・ドゥブラバが、メーカーの代名詞的車両であった。2000年に事業を停止。チェコのレシャニにある、ミリタリーミュージアムで、屋外展示されるタズ・ネレーッタ1930年に、コーチビルダーとして、木製フレームでのバスの製造が始まる。1948年、オートカロッセリアザグレブと社名を変更するも、依然として木製バスの製造を行っていた。1950年、トラックの製造を行っていた、セルビアの企業プリボイ自動車工場社、ファモス社と協力し、サラエボに工場を設立。1954年にザグレブに移転している。1969年に3社をまとめたファップファモス、ベルグランデ社を設立している。1980年代、工場で1200名を雇用しており、年間500から600台のペースで生産が行われており、バスは主に中国、フィンランド、エジプトに輸出されている。1991年にクロアチアとして独立を勝ち取り、ユーゴスラビアから脱退すると生産量は急減し、1990年代後半、国内市場の縮小が要因となり、事業を閉鎖した。ありがとうございます。